台はピュアラブです。2007年5月28日のお昼頃、赤坂の議員宿舎で、丸しているのが発見されます。現職大臣の マルは、アナン陸軍大臣以来とのことです。この事件も、マルが強く言われていて、CIA によるものだと言われています。 緑資源疑国事件と資金管理団体の不正事件の口封じとして CIA に消されたと言われております。ダグラス・グラマン事件の時の日照祝いの 島田常務や、ライブドア事件の時の、ライブドア幹部の、野口さん、NHK の、紅白歌合戦での、不正事件での NHK 職員、などのように、事件のキーマンが、 CIA に口封じで消されるというのはよくあります。森友学園事件では、えー、赤木さんがね、消されてしまいましたよね。まあ、赤木さんの事件はね、今なお、えー、裁判になって、 いるように、うん、まだね、これは解決してないんですが、うん、まあ、ただね、まあ、赤木さんの事件もこれは、背後で暗躍してるのが、政府であり国家なんで、これはね、どうやっても解決できないんですよね。えー、そして、このね、 松岡俊勝農水大臣の、えー、丸の仕方というのもね、三浦春馬さんとこれ全く同じなんですよ。うん。こういうところからもね、春馬さんが CIA に丸されたっていうことを裏付けてますよね。 ご視聴いただき、ありがとうございました。